パピーリリーチャンネル。はい、パピーでございます。今日は2021年4月16日金曜日。今日はね、例の菜の花ロード、桜とね菜の花の共演、11キロ直線があるね、見どころのある菜の花ロードですね。毎年、まあ去年はちょっとねコロナの関係もあって来れなかったんですけどね、いつもの恒例の菜の花ロードのね撮影に来ております。秋田もね、異常なくらいね、桜咲くのが早かったんですよ。あと秋田市の方はどうかな、かなり散ってますね。だいたい 2,3 週間早かったのかな、例年よりね。なんで秋田では珍しいんですよ、入学式に桜が咲いているっていうね、これは珍しいことなんですね、秋田では。ということでね、まずまだ満開じゃないらしいんですけどもね、菜の花ロードもね、情報ではね9分咲き桜が、それで菜の花がね5分咲きぐらいだっていう話なんですけどね、何日か前もね滝爺さん来たらしいんですけどね、その時は全然2分咲き3分咲き咲き始めだったみたいですんでね、もう一回来るような話をしてましたけどもね、来週あたり。まず菜の花ロード楽しみだね。今日ねこういう薄曇りなんですけれども、風も強いですね、すごい。さっきから横風がすごい。さて菜の花ロード、こっから始まりますよ。ようこそ大型村へ。平日のね、まだ午前中なのにかなり車走ってくるね、やっぱりね。で最初のこっち側はね、ソメイヨシノとあといろいろなね桜の種類、違う種類が植えられてるんで、まあまあ、わらで、まあ、あるんですけどね、ここ辺は。まあ、やっぱりね、いつも叫んでますけども、菜の花の香りがすごい納得するぐらいすごい香りだね。ここ右曲がるとね、私の好きな脇道です。ここも走ります。まだ10時なのにね、やっぱり車走ってくるね。何仕事してるんだろうってか人のこと言えないな。11キロですからね、長いでしょう。あれから何分だったのかな、撮影始めてから。それもう一直線、まあ途中でカーブありますけどね、もうちょっとで大型富士かな。日本一低い山、まあ認定されてないんですけどもね、頂上が海抜0m ということは、今走っているところは海より下なんですよね、ここ。今、海よりも低いところを走っております。お、左側に大型富士が見えてきましたね。あ、今日ババヘラやってないの？あれ？あ、あるね。このババヘラ食べます。あれ、前だ、おばさんじゃない、あれ。よっふー、まだ満開じゃないですね。まだ満開じゃないんだけども、これはまあ、いいでしょう。うわー、やっぱりすごいね。ね、菜の花はやっぱりまだまだ五分、咲きくらいかな。桜はまだやっぱり九分、ふぶ咲きだったよね。でも満開に近いんで、やっぱり雄大いいよね。ここのカーブ曲がると、またずっと一
GSM で一直線なんですよね。うわー、車なんだこれは撮影できるかな。密だよ密、うん、コロナの下でね、密はよくありませんよ。土浦ナンバー、山形ナンバー、この辺は止まれるね。まず一回通します。お、バワヘラハイス、ここにもある。おぎどりも考えたけど、ちょっと今日はちょっとやめた方がいいね、うん、もうちょっとで、終わりです。菜の花の王道で、またこっからね、別の種類の、あの桜の木が植えられてます。ここで終わりですね。また今向こうに向かって逆走ってみます。やっぱ日が当たる左側の方が菜の花は咲いてますね。右側はちょっと日陰があるんで、この辺はちょっと残念だね。あ、これ鳥に狙いだかもしれないね。これ上目がないもん。 U ターンしちゃうか。よし、よいしょ。ここで一回止めて撮影しようか。ご覧の通り人がいっぱいなんで撮影があんまりうまくできませんね。おぎどりもしようと思ったんだけども、ちょっとやめました。うん、無理ですこのね、菜の花道路で一番私が好きな場所ね、竹爺さんも言ってましたよね。ここはすごい綺麗な道路ってね、うん、カーブが一番いいですね。ここ止まれたラッキー。ババヘラ食べました。今年初ババヘラ、うんね。いやー、やっぱり美味しかった。でね、やっぱりおばさんでした。おととしかな。でね、竹爺さんのこともやっぱ覚えてましたよ。私のことも覚えてましたしね。うん。あ、そこだ。そこだ。脇道。
今年ね、あ、今年、去年かな、秋田発のね、ドラマっていうことで、NHK でね、ドラマ、秋田のドラマやったんですよ。その時にね、この脇道出てましたね。黄金色の海、ん？黄金色の海だっけかな、黄金の海だったっけかな、ちょっと忘れました。そういうドラマがありましてね、うん、NHK でね、ここを舞台にした、大型村を舞台にしたドラマがありましてね。で、この道が、主人公とかね、よく走ってる場面がありましたね。まあ、この辺みんな木倒れてる。まあ、残念だな。うわー、気持ちいいぞーこれはうわー、羨ましいだぞーうわー、気持ちいいなー。来週ね、タイヤ交換になってます。予約入れました。ただね、当然雨降るとね、ちょっと延期っていうことでね、うん、来週行くんで、仙台。晴れてほしいなぁ。わぁ、ここもみんな木なくなってる。うわぁ、寂しいなぁ。残念。並木が良くないなぁ。迫力がないなぁ。まあ、気持ちはいいんですけどね。うん。メタセコイアよりはいいよ。で、一つね、ちょっと悲しいことがありましてね、何年か前にね、カピバラさんとね、ここ走りましたでしょう。で、カピバラさんとね、いつも一緒にいるベテランさんね、ちょっと病気にかかっちゃいましてね、まあ、ツイッターの方でね、私も知ったんですけどもね、ちょっと残念で、まあ、早く回復してね、元気になるようにね、願ってます。ね、また一緒で走りたいですね。ただ皆さんもね、ベテランさん、私の動画にも出てますんでね、ベテランさん、応援しましょう。あれ、ここもみんななくなってる。うわ、なんで？ああ、また植えるんだね、植え直しなんだね、ここ。うわ、ただもったいないな、あの木、そんなに悪くなかったと思うんだけど。うわ、全然なくなってる。あら、あら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 、あ、これみんな苗だ。リボンついてるの。あれみんな苗。あ、残念だな。ちょっと、少しね。やっぱりちょっと問題あったんでしょう。木が古く、ちょっと年取ってしまったかな。うっしょ。あのビルの上、一番上が展望風呂です。もう菜の花、ここもすごいね。よし、ここで止めよう。どうしよう。ここでちょっとお昼いただくかもしれない。気持ちよかった。いや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 。せっかくからね、ここでお昼も食べました。で、お風呂は片湯の湯、ポルダー片の湯の方に入ってきました。味噌カツ定食をいただいてきました。ということで、かなり楽しんだパピリでした。それではまたお会いしましょう。バイバイ。どうもー。